設定確定濃厚演出を出せ。そんなにつけるの？で、やった。お、赤だ。やった。伝承も剣王もどっちも平均に追いついてないですね。頑張りたいよな、まあ、もう少し枚数出したいのもそうだし、あと一応高設定資産のやつは1回出てるんで、そうするとまあもしかしたら確定系とか濃厚系が出やすい設定かもしれないじゃないですか。でそこにかけてみようかなと思います。でもお隣もさっき同じあの女性陣が映ってる終了画面出てた、まあ、もしかしたら寝台だからまあまあ強めには使ってくれているのかもしれないですね。おチャンス目だ。注目なんだ。おバトルです。ここは負けるでしょうね。はい、からのまだ、おもう一個なんか引いてる。二時引いてます。はい、こればっかやな。さあ、バトル。あ、なんだ。倒さんよ。ついでなんかトキの方応援しちゃうんですけどね。おおチカヌー、チカヌー復活した。いや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 、しかなかったね。はい、もう一ゲーム回していいのかな。はいはい、169ゲームです。リトキかな、当たったかな。感動のシーンです。169ゲーム当選です。持ちコイン内で当たったんで増やせる。頑張ります。次こそ。赤かな、赤かな、青です。青でした。まあ、でも青7でも隣の方とかすごい伸ばしてたんで全然1000枚以上とか狙えると思う。早くね、まだ50枚ですけど。弱いよ。はいはい、デッドオアアライブ。いや、嘘でしょー、そんな弱いかね。これもデフォーの終了画面ですが、え、終了違うよね。はい、大丈夫でした。危ね危ね。継続です。あ、マシンかー。なんですか、なんですか。お、お、二時、強
強い。激闘行きました。お、なんだ、なんて言った今、はい。さあ、あ、もうレインボーだった。投資に来ました。確定です。フルストックとかもできるんですよね。あ、でももうジャッジ行っちゃったけど、起き上がるときすぐ起き上がるな。おお、龍が、龍がサウザーよりは期待度ちょい高だった気がする。はい、あ、青、青伸びたね。はい、キルクアップ、あ、リプレイ、あ、来た。よおっと、拳を打ち込んでいこう。おお、いいよいいよ。射撃と上がりました。ルートジャッジまで結構ある時もあるんだよね。さあ、大丈夫だと思うけどな。はい、弱い弱い。後ろ、あ、けーん、来た。あ、サウザ、え、早い、大丈夫かな。いや、厳しいと思います。いやー、そうだね。終了。300枚に到達できず、297枚。4連か、両しか出ないな。今回の自制カウンターはちょっとしょぼそうだ。あ、緑来た。あ、なんだ。おー、 VVVV 来たー。これ今のあれか、チャンス目 B かな。いや、これ7分の1でしょ。熱、絶対当てたいんだが。うわ、止まっちゃった。来たー、行きます。いや、今回はただのチャンスじゃないですよ、本当。ここね、7分の1、引けそう。もう一周、もう一周。いやー、全然違う、全然違うとこだった。チャンス、なんだよそれ。いやー、悔しい。なんか全然惜しいみたいな感じのところが選ばれたりしないあたりとかも見ると、本当にガチなんだなって感じしますよ。うん、スーパーかね。お、来た、赤。かっこいい。お、しかもニトキじゃん。ニトキだから、そっか、こっちはたまんないのか。
はい、はい、お、はい、バトルいきます。また言うだ、やられちゃうね。どうした、違いました、何、なんかすごい、でもざわついている。お、宿命の道、チャンスゾーンです。はい、よしよし、スイッカー、お、真の強者の歴史は始まるのだ。はい、さあ、はい、おうおう、よっ、3人ですね。あ、緑 63% ですね、約、悪くないと思います。3人いるし、あ、2人の戦いなの？チャンス告知。はい。はい。受ける。らう、うん、はい、いいですか？いたーググッとね、が赤かったけど、チャンスアップかな。当たりました。260ゲームです。よし、持ち込みない。まだ50枚ぐらいはあるから。はい。どっちどっち。だよね。優勝ボーナスです。500枚ぐらいは超えたい。終わる、391枚、パッとしないな。でも確定系のやつってそんな簡単に出ませんよね。やっぱまず大体が高設定ないと出なかったりするし、上の方がないと出ないし、まあ、もちろん出したことは何回もあるけど、逆になんか確定系の出しちゃってなんかやめられないじゃないですか。負けててもなんかもうやめたら負けみたいなところあるじゃないですか。だからそれでずるずる苦しい思いをしたことの方が結構多い気がするな。え、白チャンス増えて、白も全然ある。え、白そんなわけなくない？え、でもさっきも点滅してなかったっけ。白普通にファンファン、ちょっと、あ、確かに点滅してない。してるってことはやっぱり実は白じゃないぜのっていうことなんですね。あ、なんだ、おお、どうしたのユリア。
いい時しかも今いいステージじゃない、割と合格っぽい感じ。お、来たよ。え、ユダ、またユダ。なんと水中か、何の知略も持たず、なんと普通に当たりました。ちょっとこれ何だったか気になりますけど、まあやっぱ広角で引けたからかな。284ゲームです。ギリギリ持ちコイン内、軽いな。ラオウがやりたいです。あおい、だいたい伝承なのかな。やっぱさっきのもったいなかったかもわからない。頑張ってこれ伸ばしましょう。お、なになに、あ、どう、さあ、よし、そっち十分でしょう。あ、あ、違う、赤大丈夫か。はいはい、よかったよかった。もう、貴様は殺す。どうだった？あれ？キングカップ。お。あ、すごい。攻撃してくれるってこと。ゲーム数はなぜか継続、まだまだそんな特化ゾーンみたいなのがあったとは。20、おまだ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 、あ、もう終わりです。40ゲーム全部で。上がりました。おお、強い、また来た、強いの来てるよ。来た、また、あ、それだけ、あ、気づく、終わりかな、終わったっぽい。あ、何？いいの？一撃つきます。
ケオッケオッケ、やっとですよ。あと14ゲームしかない。おお、やっと18だ。長かったな。はい、おった、龍が。お、やっと400枚超えましたよ。枚数表示で456枚からその設定したみたいなのがあるんで、まあ、なかなか出ないと思うけどな。まず4以上あんのかどうかもね、わかんないし。全然炸裂目こんかった。これは怪しいぞ。でしょ、なんで龍我にめっちゃ負けんじゃん。あ、また高設定差出てる。終了。454枚、伸ばしたいですね、もっとね。ただ高設定差めっちゃ出てくる。ダメですか、高設定。ダメです、はい、ダメですよね、ですよね。すいません、終わりは終わりです。ちょ、ラオもう一回やりたい。ラオ今ならもっとなんか伸ばせる気がするんだ。めっちゃ軽い。なんか怪しいです本当に、こう設定が。なんか人から聞いた話ですけど、やっぱ6とかこう設定だともう300いかないうちとか300とかのあたりでもう全然ポン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 当たるっては聞いたんで、まさにみたいな。ここに来て追加投資です。つらい。今1万3000円投資なんで、1000枚出せたらねサクッと取り戻せると思うんですけど、今追加投資してもない。金がない。3枚目入ります。1ゲームしました。天井です。で多分ここからちょっと天井入って当たるのかな。おっ、ウィーン来ました。805ゲームです。総投資2万5000円になります。最後の最後で天井まで行ってしまうとは。まあでもね、これで当たってそこそこ出して終了画面とかでなんか審査出ればいいかな。お願いします。マジ剣王でお願いします。お、やった、赤、赤じゃん。よし、出すぞ、乗せるぞ、上乗せしまくるぞ。引いたかな。トキ。お、30枚でかい。金色に一気に上がりましたよ。てか勝手に、あ、はい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 、びっくりした。10枚、いいね、よっしゃー、狙い、おった、炸裂目で、なになに、おお、下モード、あ、割らせ特化ゾーンですね。お、そろん、ここで、あ、そっか、リセットしてくれるのか。 ST ですね。そうだった、そうだった。もうちょっと、もうちょっと上乗せを見せてくれ。ラスに
やばい。お出かけガードセット、アルコール消毒とマスクと絆創膏も入ってる。意外と使う絆創膏、いつもどこあるか分からなくて新しいのを買いすぎちゃうんで、ありがたいです。ありがとうございます。まあ、マスクは今ねみんな絶対使いますからね。一時だけの寄せ10枚。おおおおお、これこれこれ、これがねレベルアップしてほしいですよね。あ、いいよいいよいいよ、レベルアップしないしない。あ、よかった。ルードステ20。お、スイカ。からの炸裂目が欲しい。来た。これをね育てなきゃいけないんですよ。終わりか、終わった。そしてデフォー画面もデフォルトです。472枚。はい、ということで、実戦終了のお時間ちょうど、来てしまいました。難しかった、はい。まあ、ただ当たりはたくさん引けたし、フルで初打ちで楽しめたのでた、よかったかなと思います。お疲れ様でした。はい、514枚回収です。実戦終了です。お疲れ様でした。もう外に出ると花粉で目がシパシパします。ちょっとあんまりちゃんと開いてないかもしれないですけど、本日実戦終了しました。今日はですね北斗の拳宿命ですね、まだ導入されて1週間も経ってないくらいなんですけど、こちらを1日1台打ち切りまして、結果投資が25,000円、意外と最後の方でズブズブ入っちゃいました。で回収が、514枚ですので、マイナス661枚です。マイナスになっちゃった。途中結構お、これまくれんじゃないかなっていう時はあったんですけど、まあ、まくったタイミングは一度もありませんでしたね。はい、すいません。で、今日の無茶ぶりがね、あれでも構成点数すごい出てたじゃないですか。だから私結構機種選び間違えてなかったと思うんですよ。頑張ったら出てました、資産確定とかの光景は。ただ出ませんでした。はい、出なかったんです。なんで、残念ながら無茶ぶり失敗。なんだかな、でも絶対合ってましたよ機種選びは。マイナスになっちゃったけど、クリアできなかったけど、間違ってなかったかなと思います。最後のハマったの痛かったですね。あれがなかったら本当にプラスぐらいはちょっといけたかなとか思ったんですが、まあ、でも動くと結構楽しかったんでまた今度はどうかなと思います。なので、今回の無茶ぶりの失敗の罰ゲームとかなんかそんな感じのものは何が来るのかわからないですけど、怖いですけど、また次回も頑張りたいと思います。今マイナスにはでも全然なってないですよね、プラスのまま。はい、割とまだプラス分は残っているので、それをちょっとずつね、あの食いつぶしながら頑張っていこうかなと思いますので、また次回も応援よろしくお願いします。それでは本日はここまで、お疲れ様でした。ありがとうございました。